皆さん、こんにちは。5月22日をもってジャニーズ事務所を退所した元キング&プリンスの平野紫耀さんと神宮寺勇太さんが、今年3月に滝沢秀明氏が設立したアーティストプロデュース会社 2B に合流すると、6月20日発売の週刊女性が報じました。元ジャニーズタレントと滝沢氏の合流説はこの半年ほどで幾度となく報じられてきましたが、今回はその詳細が伝えられているだけに、マスコミ界隈でも事実だろうと受け止められています。またこの合流が実現した場合、ジャニーズにとって壊滅レベルのインパクトを与えることになりそうです。また記事によると、平野さんは新たな事務所を立ち上げ、神宮寺さんは同社に所属する形を取り、二人は 2B とエージェント契約を結ぶという。これは、それぞれが家族も含めて何度も、滝沢氏と打ち合わせを行った末の決定で、7月には正式発表予定とのこと。一方で 2B は、まだ誰なのかは表に明かせないものの、大手レコード会社より2組を、デビューさせることがすでに決定しているのだとか。昭和の時代から現在に至るまで、元ジャニーズの芸能活動には様々な障害が生じていました。ジャニーズがメディアへ圧力をかけ、元ジャニーズの活動を阻止するといったことは鳴りを潜めるようになったものの、未だに元ジャニーズはコンサート会場が借りづらかったり、テレビ番組にもなかなか出演できない状況があり、各業界によるジャニーズ忖度は健在なんです。それはレコード会社にしても同様、各大手がそれぞれジャニーズグループの所属レーベルを擁していることから、元ジャニーズは独立後メジャーレーベルからのリリースは困難に近いのが現実です。また先駆けてキンプリを脱退した岩橋元気さんは、 ABCG が所属するポニーキャニオンの系列からリリースを行っていますが、この時も業界には衝撃が走っていたとか。今回の報道も同様で、すぐに各社のジャニーズ担当が確認作業を行っていましたが、この度滝沢氏と改めてタッグを組むレコード会社は、ストーンズの所属レーベルを擁する業界最大手のレコード会社と目されています。つまり同社はそれだけ滝沢氏の手掛けるグループに可能性を感じているということなのでしょう。さらにジャニーズにとって大きな問題となりそうなのが、平野さんと神宮寺さんの移籍による連鎖反応です。また昨年末からメンバーの脱退や退所説がささやかれているストーンズや、昨年10月に世界デビューを果たしながらもすでに伸び悩みを見せているトラビスジャパンなど、もともと滝沢氏に近しかったグループやメンバーは 2B への移籍を視野に入れるようになるのでは。ジャニーズや藤島ジュリー景子社長に特別な恩義を感じているタレントはさておき、辞めたいけど辞められないという状況にある人間にとって、かつてジャニーズの次世代看板グループと言われていたキンプリ元メンバーの移籍は退所決断の大きな後押しとなりかねない。本格的な退所ドミノが始まる可能性も十分にありえます。故ジャニ北川氏の性加害騒動でかつてない危機的状況に陥っているジャニーズ事務所、7月からの 2B 本格始動がとどめの一撃となり、一気に崩壊してしまうことになるのでしょうか。またそんな中で、現在トップレベルの人気を誇るストーンズから一部では脱退しそうなメンバーがいると話題になっているそうです。そこで今からはストーンズ脱退の噂について詳しく調査しました。まずはストーンズが脱退しそうと言われている理由をご紹介します。2022年11月、キング&プリンスの平野紫耀さん、岸優太さん、神宮寺優太さんがジャニーズ事務所を退所することが発表されました。キング&プリンスのファンだけでなく、たくさんの人がこの報道に衝撃を受けたのではないでしょうか。同時期にデビューしたスノーマンとの関係が親密だということは有名ですが、実はストーンズとキング&プリンスはメンバー同士も仲が良く、歌番組などでの共演も多かったそう。ストーンズのファンもメンバーと
仲の良いグループがバラバラになってしまうことに大きなショックを受けたのだとか。このことからストーンズからも誰かが脱退してしまうのではないかと噂されるようになったようです。またストーンズは以前からグループとして滝沢秀明さんにとても可愛がられていたそう。そんな滝沢秀明さんが2022年10月にジャニーズ事務所を退所されました。ストーンズは滝沢秀明さんのお気に入りグループとして優遇を受けていたことから、今まで通りの活動ができなくなることが予想され、脱退や退所の噂につながったようです。またスノーマンやトラビスジャパン、ジュニアグループのハイハイジェッツなどもお気に入りグループだったと言われているようで、ストーンズと同じく退所や脱退を心配しているファンも多いのだとか。そしてジュニア時代から絶大な人気を集めていた6人ですが、デビュー後さらに有名になってしまったことから冷めてしまったと感じるファンもいるそうです。また以前テレビ収録中に嵐の櫻井翔さんに失礼な言動があったと炎上したこともあり、オラオラ系路線を売りにしているストーンズの態度が気になるという意見も。このような意見から人気低迷のため脱退や退所が噂されているようです。しかし2022年紅白歌合戦のトップバッターを務めることや、ファンクラブ会員数が事務所内で第7位ということから、ストーンズの人気が低迷しているとは言い切れないのかもしれません。ではストーンズから脱退するのではないかと噂されているメンバーが誰かというと、それは松村北斗さんです。松村北斗さんは朝ドラや映画、声優など様々な分野で活躍していることから脱退の噂が流れているそうです。ジュニア時代からドラマや映画に出演していたほど俳優としても評価されている松村北斗さんは、ジャニーズ事務所を退所し俳優として活躍していくのではないかと予想されているようですね。いかがだったでしょうか。実際のところ公式から発表があったわけではないので、退所するかどうかはまだわかりません。ジャニーズ事務所が何かと世間を騒がせている今ですから、次に脱退しそう解散しそうなグループとして推しているグループが挙げられていると不安にもなると思います。しかし調査を進めていくと、ストーンズは6人で活動していくことにこだわりがあることが分かりました。絆が深く仲の良い6人だからこそ、これからもグループを守り続けてくれるのではないでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。